横丸がウェルカムに進化。その勢いで岸壁の主ガケガニを撃破した。草ポケモンの使い手ジムリーダーコルサには敗れてしまったが、今日こそ雪辱を果たしたい。頑張れカナタ。さてポケモンバイオレット続きをやっていきましょう。前回ジムバトル負けてしまいました。今日はそこのリベンジをしていきたいという感じ。近くのトレーナー一旦いろいろ対戦してみますね。でなるべく経験値集めてもう一回再戦しようかなと思います。なんだこれ、メノクラゲみたいだけど、ノノクラゲって言った、ノノクラゲだ。すごい、トレーナーからあの新しいポケモン見るの初めてですね。何タイプなんだろう。地面に足つけてるけど、なんか昔のポケモンがさ、なんかちょっと姿変わったみたいな新ポケモン結構いたりするんですよ。今回ウミディグダっていうなんかチンアナゴみたいなディグダにちょっと似てる子がいたりとか、ちょっとそういうなんか遊び心いいですよね。あ、ほらこれがウミディグダじゃないですか。あれ隠れちゃった。あ、隠れちゃった。そっと、よし、おお、ほらウミディグダ、面白い。これどんぐらいの長さがあるんだろう。レベル5だった。だいぶ外れの方まで来ちゃったな。だってここがボールジムでしたからね。ドワーッといろいろ来ちゃった。もうちょっとだけ探索しようかな。さあ周りのトレーナーぼちぼち倒しまして、レベル22と22に上がったんで、この状態で再戦してみようかな。新しくポケモンを捕まえるってことはとりあえずまだしませんでした。この2匹で多分ね、ちゃんとやれば勝てると思うんで、このまんまコルサさんに再戦していきたいと思います。よし、コルサさん再戦よろしくお願いします。途中まではなんかまあ同じような感じで戦っていこうかなと思いますね。前回戦った時と同じように。よし、パワーピッチレベルも上がってるし、いい感じにいけると思うんですよ。これテラスタル使っちゃおうかね。テラスタル使っていこう。あんまりピョコ丸にテラスタル残してても多分あんまり意味ないと思うんで、ここでパワーピッチしょっぱなテラスタルやって突っ張っていく。あ、てか初めてかも、パピッチテラスタルしたの。めっちゃ可愛いじゃん。なにこれ、フェアリーのさハートのキラキラついて、セボンスターじゃん。知ってる、セボンスター、なんかこういうおまけがついてる六角形だか八角形の円柱状の柱状の八角柱状のお菓子、買ったことないけど。そのまま戦う。てか一撃で倒せて偉いですね、パピッチ強くなってるわ。このままもう一回いくか。じゃあつく、すごーい、キラキラして可愛い。頭の飾り物は多分こうタイプによってね形が違うんでしょうけど、とっても可愛いですねフェアリーのこれ。気に入った、パピッチに似合ってるし。しかしこう首をね上げ下げするのすごい重そうですね。さあコルサさん、ちょっとね一回り強くなって帰ってきましたんで、レベルがいくつ上がったんだ、ちょっと定かではないですけど2つか3つかぐらい上げてきたんで、これね全然もうパピッチでいけちゃうと思う。まああとじゃれつくが外さないというあのその運も大事なんですけど、なんかこのエフェクトというかさ、気合入ってるよね。ポケモン新作ってやっぱいいね。宝石同士の戦い、パピッチのじゃれつくが通りました。うーん、こんなもんか。でもだいぶダメージ量増えてるし、まだねピョコ丸も残ってるんで、これはね勝てると思う。おお、全然入らないじゃんパピッチ。防御力も育っていったのね。これはもうじゃれつく連打でいいでしょう。おお、しかもなんかさっきより入ったぞ。強い強い強い。これ耐えれば次のパピッチの攻撃で勝ちなんだよ。オッケー、耐えた。あ、でも素早さが2回上がったか。さすがに素早さ向こうの方上になったかな。まあ、ちょっととりあえずここはじゃれつくで。あー、やっぱさすがに相手の素早さが先でしたね。1残ってくれ。
1残って4も残るじゃん。すごいじゃん。僕の期待の4倍も上を いけるじゃん、パピッチ。しかもジャレツクを今回は外さないと。パピッチ1匹だけでこのジムを突破しました。勝った、偉い。全然楽勝だったわ。やっぱさ、オープンワールドでいろんなところに走り回れるから、こうなんだろうな、トレーナーと戦おうと思えばいっぱい戦ってから挑めるんで、それが良かったですね。野生縛りでも、野生倒さないという縛りでも全然いけそうな雰囲気が出てきています。あ、笑顔だ笑顔。なんというアーティスティックなタクティクス。横文字を使いたいタイプなんですね。技のパターン、ポケモンのディティール、全てが研ぎ澄まされているヤブカラスティックです。貴様との戦いを芸術と言わずして他の何を芸術と呼ぶのだ。私の審査は文句なしの合格だ。その証にバッジを申請しよう。記念撮影にも応じてやるぞ。そう言われたらじゃあ一応撮ろうかってなるよね。おお、あ、でもいい写真だ。ボールジムクリア。2つ目のバッジをゲットしました。2個承知してるからレベル30までのポケモンが言うことを聞くだろうと。よしよしよし。貴様のようなトレーナーには私のお気に入りもくれてやる。技マシンをゲット。草分けをゲットしました。さっきねたくさん使ってましたね。あ、自分の素早さ上げるやつか。これ強そうだね。あ、インスピレーションが止まらん止まらんぞ。新作の制作に取り掛かるゆえこれにて失礼。さらばだ。あ、頑張ってください。芸術家さんって言ってましたからね。よし、2つ目のジム突破しました。あ、声かけられた。あなたが噂のカナタくんですかね。知らない大人に声をかけられたらダメですよ。ついていっちゃう。カナタくん、ネモくんから期待の新人がいると聞いてますとも。ネモさんの知り合い、こんな大人の人が急に話しかけて驚かせてしまいましたか。小生は8作、ポケモンリーグ四天王が1人、アカデミーでは美術を担当していますね。あ、四天王のうちの1人っていうことですね。この人が八作さん。カナタくんはどうしてジムバッジを集めチャンピオンを目指しているのです。なんでと言われると、強くなるため友達に誘われて宝物を見つけたい。自分なりの宝物を見つける旅ですから、それですかね。お答えありがとうございます。いえ、正解などありません。全ての道がパルデアの大穴につながっていると言われてますのでね。そういえばパルデアの大穴ってなんかさ、印象的に語られてた気がするけど、その正体というかよく分かってないですよね。あなたのご友人ネモ君はパルデア史上最年少のチャンピオン。もしかするとあなたも彼女と同じ可能性を秘めているやもしれませんね。ほう、うわ、歩き方独特、めちゃめちゃガニ股だった。意外よ。チャンピオンランクを目指すならいずれ小生とも戦うこととなります。負けて後悔なきよう今のうち励むと良いでしょう。小生が受け持つ美術の授業もぜひ受講してくださいですよ。あ、四天王でありながら美術の先生なのか。あ、そうなんですね。さあ、じゃあ次何やろうかって感じだよね。1、2、3。あ、これ順番が出てるんだね。自分がなんか倒したというかクリアした順番が出てるんですね。ちょっと次なんか手頃なクリアできそうなものを探してみます。ここ行ってみようかな。このスターダストストリートっていうさ、結局まだ何も手をつけてないやつなんですけど、ミッション的なやつなんですけど、スターダン悪組ボスチームセギン、ピーニャ、ちょっと全て何を言ってるか分かんないんですけど、悪タイプのポケモンは最近育て始めたので戦いやすい。昔は生徒会長するほど真面目で規律正しかったが、とある出来事をきっかけにチャラく振る舞うようになった。なんかね、この倒せそうな雰囲気が出てますね。ちょっとここを目的地と次して進んでみようかな。カヌちゃんを繰り出そうとしている。なんだそれ、カヌちゃん。なにこの子、可愛いんだけど。カヌちゃん、どういうこと。カヌちゃんって何がモチーフなのか全然わかんないぞ。何かも進化系かな。え、てか強かった。え、何タイプ、何タイプなんだ。フェアリーが今一つだった。カヌちゃんさすがに気になるよね。カヌちゃん、フェアリー鋼。へえ、なんか困った顔してる。めちゃめちゃ可愛いじゃん、このピンク。こんな真っピンクなの珍しいね。しかしフェアリーが被ってるな。この子仲間にしたいなって今思ったけど、ね、パピッチとフェアリー被ってるから、まあちょっと残念ながらという感じかな。いや、でもめっちゃ気に入った、カヌちゃん。あれ、封鎖されてない。ん、なんだ
え、カシオペアから着信だ。スターダンのアジトが近いな。まあそうなんだよ、そこを目指していってるからね。ここまで来たということは協力してくれるということかな。うーん、まあそうなんだよな。仕方ないだな、これは仕方ない。ありがとう、これであなたも同志。スターダスト大作戦を決行するメンバーだ。ちょっと不穏な空気はありますけど、スターダストという言葉を信じましょう。ちょっと待ってくれ。ん？お？これは？なあ、その話俺にもかませてくれないか。誰だ？ああ、カシオペアが恐れている。なんか不思議な音楽が。俺はネルケ、ネルケ、ネルケだの、スターダストだの、いつから聞いていた。おいおい、警戒すんなって。俺はこいつの連れだ。だよな、カナタ。話合わせてもいいのかな。違いますだな。おいおい、相変わらずシャイなやつだな。スターダンを相手にするんだ。これは遊びではないのだが。分かってるさ、俺もダンとはいろいろあるんだ。自分で言うのもなんだが、いい仕事するぜ。ん？今はニャースの手も借りたい。この世界でのことわざですかね。あなたも同志として迎えよう。何？決まりだな。なんかわけわかんない人2人となんかトントン拍子に話が進んでいる。これダメだよ。ママに相談しなきゃ。本来カシオペアさんだっけか。あんたは何者なんだ。それは知りたいよね。ん？私カシオペアはスター団の元関係者とだけ言っておく。そうか、詳しくは聞かないでおくぜ。それでは早速スターダスト大作戦の説明だ。具体的に何をするんだ。平たく言ってしまえばスターダンアジトへ乗り込み、チームをまとめるボスたちを倒してその座から下ろす。もう下ろす、引退させるってことか。ああ、スターダンは5つのチームがあり、それぞれがアジトを持っている。近くにゲートが見えるはずだ。ああ、封鎖されてる、これがゲートなんですね。その先はスターダンのアジト、奥にはターゲットであるチームのボスがいるはずだ。へえ、なるほど。スターダンには掟がある。ボスは売られた喧嘩は必ず買わなければならない。そして買った喧嘩で負ければボスを引退しなければならない。先ほど各アジトにカナタの名前で宣戦布告をしておいた。勝手すぎるでしょカシオペアさん、それはダメだよ。つまり私たちはスターダンに喧嘩を売ったんだ。私たちって言ってるけどさ、僕の名前だけ使ってさ、勝手にそれやんのさ、なんかフェアじゃないよ。自分は姿隠して。ボスを倒せばそいつはボスを辞めると。ボスがいなくなったチームは統率を失い自然消滅するだろう。ただし問題もある。アジトの中は広く侵入者を阻むポケモンがうようよしている。ボスの元へたどり着くには波のトレーナーでは難しい。だからこそカナタと手を組ませてもらった。アジト内のポケモンを倒しボスを引きずり出してくれ。まあ分かった、協力しよう。まずはアジトに入らねばな。ゲートの前の見張りを片付けてくれ。あんたはどうするんだ。先ほど言ったように私はダンの元関係者だ。表立って行動できない、遠くからサポートさせてほしい。俺に何かできることは。まあそうだよな。すまないがまだあなたを完全には信用できていない。ネルケさんにも何かさせてあげてほしいけどね。アジト周辺の監視とカナタのサポートを頼む。慎重派は嫌いじゃないぜ。こいつ大丈夫かな、信用されてないって言ってんのに。まあまあまあいいでしょう、本人が切れてないならいいでしょう。作戦が進んだら連絡する。それでは検討を祈っている。なんやらこの音楽がちょっと怖いですが、うん、頑張りましょうか。校長、え、あ、そういうこと。全然気づかなかった。あ、この人校長か。ネルケさん校長って聞いてみようか。おっと、俺の正体についてはお口にジッパーで頼むぜ。あ、全然わかんなかった、校長先生なのね。今の俺はネルケ、そういうことにしておいておくれ。いいじゃん、若くて、まあ、アクティブな人だなとは思ってたよ。あ、そうなんだね。あ、そうか、確かにさ、校長さ、なんかスターダン、不良だから困ってるみたく言ってたもんね。なるほどなるほど、じゃあ大体わかりました。うん、じゃあカシオペアさんのことも一応信じて、このスターダン壊滅というかのね、このスターダスト大作戦やっていきましょう。あ、下っ端が止めてくる感じね。スターダン悪組ね、チームセギンのアジトです。
不法侵入とか勘弁してほしいって言ってくれるけどさ、多分これ不法滞在ですよね。この勝手にさ公共の土地や道をさこうなんか塞いでさ、多分そっちが悪いっすよ。だからここはちょっと倒しに行きます。戦います。サクッと倒したらカシオペア屋さんからまた着信。見張りに対処できたか。うん、そこを根城にしているのはスターダン白組チームセギ。ボスのピーニャはスターダンのまとめ役で BGM 担当でもある。何それ、 BGM 担当。頭が切れるピーニャは宣戦布告にも動じてないはず。下っ端たちでこちらを消耗させてから襲ってくるだろうな。なるほど、悪だからね、ちょっと小ずるい戦い方をしてくるんですね。計算高いタイプには正攻法で攻めるのがいい。逆にピーニャが現れるまで下っ端のポケモンたちをひたすら倒していくんだ。準備ができたらゴングを鳴らして大作戦開始。チーム正義に勝ち込んでくる。まあわかりました、いいでしょう。悪タイプを多分ね主体として戦ってくるんで、それに対してこのパピッチはねフェアリーで抜群を取れるのと、ピョコ丸もなんだかんだ格闘技を覚えてるんで、それもね有効打になりますという感じで、じゃあ突破していきましょう。あー、この先は3匹までしかポケモンを連れていけないっていう感じなんだ。まあ大丈夫です、3匹より少ない。あ、3匹より少ないのでスターダンに挑めませんって言われちゃった。ってことは仲間を、3匹目の仲間を仲間にしないとこの先に進めないっていう感じか。うわ、そっか、じゃあこれは1匹今まで出会ったポケモンの中で一番ビビッときたポケモンを捕まえましょう。うん、捕まえよう。よし、じゃあちょっと戻りますというか行きます。なんか結局どの子捕まえようかなって思って砂漠に迷い込んだんですけど、なんだこれ、クエスパトラ、クレオパトラ的な、っていうかめっちゃ強いんだけど、やば、35。あー、危ない、逃げ切れた。あ、ちょっと砂漠はまだ早いのかな。でもさ、何捕まえよう、どうしようかな。なんだこれ、どういうこと、雲、これどうなってんの、あの草、いろんなポケモンがいるな。散々いろいろ考えたんですけど、カヌちゃんだな。だって超かわいいぞこいつ、このピンク、フェアリーかぶりしてるけど、いやパピモッチとフェアリーかぶりしてるけど、カヌちゃんだな。でも全然いないっぽいねこれ。ちょっとこのいそうなところ一応ちょっと探してみるけど、ちょっとカヌちゃん本線で、うん、ポケモン捕まえに行こうかな。いたぞカヌちゃん、カヌちゃん、カヌちゃんじゃないですか、カヌちゃん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 、後ろ、お、カヌちゃん、あ、かわいい。ちょっともうこの子にするわ。型破り、え、型破りってどうなんだろう。カヌちゃん捕まえようっと、だってかわいいもん。フェアリーかぶりなんていいのよ、フェアリー2匹いたっていいじゃない。おー、カヌちゃん全然捕まらないじゃないか。いや、かわいいなこの子。何モチーフなんだろう、赤ちゃんかな、赤ちゃんだよね多分、赤ちゃんのなんかガラガラみたいなことなのかな。レベル12は結構低いんだけど、まあね、一緒に冒険してればだいたいこう均等に揃っていくということでいいでしょう。あれ、全然捕まえられない。パピッチ先輩だからね、フェアリーの先輩だから、いいのよいいのよ、受け止めてあげてカヌちゃん。困り眉毛が可愛いな、あとこの髪の毛をピョコンって結んでる感じが可愛い。ようこそカヌちゃん、一緒に冒険しようぜ。カヌちゃんの毛をゲットした。おお、金打ちポケモン、金打ち、なんだろう、金属を打つみたいな、そういう意味なのかな。鉄くずを叩いてハンマーを作る、納得がいくものができるまで何度も作り直す、職人気質でいいじゃないですか。僕もねプラモデルとか作るの好きですからね、いいですよ、カヌちゃんと気が合うかもしれない。さあ、初めての女の子だ、ちょっと名前考えてあげないとな。赤ちゃん、カヌちゃん、カヌちゃん、赤ちゃん、
カヌちゃん、カヌタン、カヌタンでどうでしょう。カヌタン、カヌタン、ちょっとカナタに雰囲気も似てるし、カヌタン、君に決めた、可愛い女の子だしね、カヌタンにしました。フェアリー鋼ですって。おー、ついに3匹目のポケモンを仲間に加えた。これはちょっと様子を見よう。カヌタン、ちょっとね、このお兄さんたちに比べると、この24、23、12とね、かなりもう赤ちゃんベイビーすぎるんだけど、ちょっとこっからね、強くなっていきますよ。このさ、パピモッチはフェアリー単タイプだったんですけど、カヌちゃんはフェアリー鋼というね、複合タイプ、2つのタイプを持ってるんで、まあ一応差別化はあると。だからちょっとカヌちゃんは鋼寄りの育て方をしていこうかなと思います。そしてテラスタイプ鋼ってなってるね。だからこれめっちゃいいんじゃない？だからさ、パピモッチはテラスタル使うと思ったらフェアリーになるけど、カヌちゃんはテラスタル使うと鋼になるから、あ、これ嬉しいね。カヌちゃんのテラスタイプがフェアリーだとちょっとさすがに被りすぎかなっていう印象だけど、ここ鋼なのはめっちゃいいと思います。妖精の風、つぶらな瞳、メタルクロー、メタルクロー、いいね、星がある。そして特攻と攻撃が同じ値なんだね。ちょっとどっちが得意なのかはまだわからないといった感じだけど、なんとなくだけどさ、このハンマーとかを使って戦うっぽいから、またちょっと物理寄りなのかなって思うね。だからこの3匹ちょっと今んとこ物理寄りの子が多いかなっていう印象だから、もし次仲間にするときは特殊系の子っていう考え方も一応頭に置いとこうと。しかし3匹目の仲間、とっても可愛いカヌタンが仲間になってくれました。この子って進化すんのかな。ちょっとね、これね、なんかね、あの図鑑さっき眺めてたら法則に気づいたんで、ちょっと図鑑見ながら説明するんですけど、279カヌちゃんでしょ。で、この280、281をちょっと見るとシルエットが出るんだよ。で、これね、多分さ、ハンマー持ってるじゃないですか。で、これタイプとかは分かんないのか。だからカヌちゃんの進化系だと思うんですよね、この280番シルエット的に。で、そうすると281番怪しいけどさ、2段階進化するんじゃないかなって思うんだよね。だってミブリムの前ってことはありえないんですよ、281番が。1匹だけの独立したポケモンの可能性はあるけど、なんかカヌちゃん2段階進化するんじゃないかなっていう思いがありますね。なんかあのでっかいの持ってんの、すんげえ装飾とか入ったハンマーなんじゃないかなっていう予想です。ということで、カヌちゃんが仲間になりました。カヌちゃん、カヌタン、一緒に頑張っていこう。よし、この3匹で、じゃあちょっと今日はスターダン挑戦するとこまではやろうかな。さあ、じゃあここポケモン3匹になったんで入れるようになったと思います。 OK、 さっきと違って入れるようになりました。じゃあスターダン、アク組でしたっけの、ここに突入したいと思います。校長先生、カナタ気をつけろ。スターダンは特殊な勝負を好む。その名もダンラッシュ。なんだそれ。レッツゴー R ボタンをスローガンに複数のポケモンを同時に戦わせるんだ。ポケモンの体力が減ったら俺のとこまで戻ってきな。サポート役として回復してやるぜ。おや、ちょっと待って、なんか R ボタンレッツゴーで戦えって言われてる。むむむむむ、どんな感じ。10分以内に俺たちのポケモン30匹倒せたらボスがお会いになってくれるかもな。あ、そういう感じ。ポケモンは R ボタンでレッツゴーして制限時間内に決められた数の段のポケモンを倒しましょう。段ラッシュは同時に3匹ポケモンをレッツゴーできます。そういうことか。これさ、大丈夫だよね。あのスター段のポケモンだから、段のポケモンって書いてあるもんね。だからこれ野生のポケモンじゃないんで、これは倒します。っていうか、多分それしないと進まないってことだと思うし、これは戦っていきます。自動販売機で HP を回復できます。わかりました。これはもう全力でやるよ。お、ほらほらほら、ボールから繰り出してきてるから、これはね、いいのよ。いけ、あ、いけいけ、パピッチ。そしていけ、ひよこ丸で、カヌちゃんはいける。カヌタン、カヌタン、カヌタン、カヌタンも頑張ってる。あ、けどやばい、カヌタンはやっぱレベルがちょっと低いからギリギリ勝利って出てる。めっちゃ HP 減っちゃった。ゾロワと戦っていくんだ。同時にね、いっぱいこうやって出すこともできるらしいんですけど、あー、ちょっと待って、これ順番なんだな。こう左側にさ、順番で上から順番に出てるじゃん。だから3回に1回はカヌタンを出さなきゃいけないってことだな、これ。
ちょっとそうすると不安が残るな、カルタン。カルタン大丈夫かな。ちょっとカルタンの心配しかないんだけど。ちょっともうこの2人は大丈夫だよ。パワーピッチもピョコ丸ももうすんごい強いから大丈夫なんだけど、ちょっとこの3回に1回カルタンを送り出さなきゃいけないのがちょっと不安ですが、まあ、ちょっとね続けてやっていきましょうか。飛ばしましょうか。まあ今半分だからなんかいけそうな気がするな。うん、そんな感じでやっていきます。やべ、カルタンちょっとやられちゃった、やられちゃった。そういう時はあれ、自販機で回復できるって言ったっけ。あ、オッケーオッケー。あ、この途中で回復できるんだね。じゃあ大丈夫だわ。いけいけ。なんかこれ新しくて面白いかもな。オッケー、フィニッシュ。なんか楽しかったぞ。ただ走り回って R ボタンを連打するだけだったけど、なんか楽しかった。これでついにボスとご対面。あ、これ見たね、トレーラーで。その構造大丈夫、爆発しないって言った、この構造の車ド派手だな。これが悪組のボスさんでしょ、ピーニャさん。はいはい、これは普通のバトルなのかな。いや、なんか新しいポケモンやっぱワクワクするわ。もうポケモンの種類自体もそうだしさ、システムも違うしさ、ちょっとすっげえ楽しい。いいじゃん、ド派手にやってくれるじゃん、侵入者ことカナタくん。僕はピーニャ AKA DJ アクジー、ちょっとよくわかんないですけど、まあ好きな方で呼んで。じゃあピーニャさんで早速ここだ、早速だけどここで潰れてよ、レクイエム流すからさ。さあパーティーのスタンバイ、永遠にチルアウトさせてやるよ。ほう、パーティーとはバトルでしょうか、戦いましょう。スターダムのピーニャが勝負を仕掛けてきた。お、タイマーボールだ、珍しい。行けパピッチ、行くぜ。パピッチもさ、そろそろ進化してもいいと思うんだよね。スターダムに限界売るなんて君ってマジ命知らず、命知らずだよ。小刀レベル21。あれ、小刀か、ちょっとやだな。とりあえず神つか、あ、間違えた、じゃれつか。お、でも結構入ったな。 DJ アクジの周波数受信して壊れちゃいなよ。メタルクロー大丈夫、グハ、効果は抜群だ。サオリはオケ、飛ばしていくよ侵入者。いや、あなたたちがここを不法に占拠してると思っている。これどうしようかな、突っ張ってみようかな。テラスタルしてじゃれつく打てば威力がちょっと上がるんで倒せるでしょうという感じ。逆にこれテラスタルしないとさっきの一発で半分いってなかったんで倒せないという読みでテラスタルを打ちます。なんて可愛いんだパピッチ。あのごめんね、カヌタン新しく入ったからさ、カヌタン可愛い可愛いばっか言っちゃったけど、パピッチも可愛いからね。ごめんごめん、えらいえらいえらいよパピッチ。相手の小刀は倒れた。オッケー。そしてブロロローム、初めて聞く。メトロノームみたいなことですか。僕のライブはこっから BPM 上げてくからさ。ブロロ、んブロロローム、あ、こいつ自身だったマジ、えん、ちょっと何言ってるか分かんないな。んセギンスターモービルレベル20だけどブロロロームって言ってた。んポケモンなの、え、何なの、え、ごめんごめんなさい、マジで何が何だか分かんないです。しかし効果抜群って書いてある。あ、車じゃなくてポケモンなのか。あ、結構強いかも。あれ大丈夫かな。スピードスター必ず当たるっていう技、あーまずい。一発耐えてくれればよかったけど、ごめんパピッチ。どうなる、これピョコ丸でなんとかしないといけないよね。さすがにカヌタンには荷が重い。でもさ、レベル20って書いてあるってことはレベルだけで言ったらこっちの方が勝ってるんだけど、でもさっきすごい威力だったね。あと打たれ強さすごかったよね。さあローキックどうでしょう。金属音、これはこっちの特防が下がる、ガクッと下がった、2段階下がるって技ですね。あと2発、あと2発か、あと3発。でも今素早さ下がったことによって先に動けないかなって思ったけど、それはダメでしたね。
まずい。あんま特攻下げられるは大丈夫ね。ローキック半分入れ。今残り半分入らないとなるとあと2発当てなきゃいけないんで怪しいな。でもここで素早さ上回ってたら多分勝てんのよ。あれ怪しくなってきたぞ。この3発目のローキックでさすがに素早さ下がりきったっしょ。次先に動けたら勝ち。あ待てよ、これアクジットが先制技だから素早さの今力関係わからない状態だと先制技打った方がいいのかな。ただアクアジェットであの残りの赤を削り、赤の HP を削り切れるかどうかが怪しい。でもさ2段階下げてそれでもなお向こうの方が素早かったってことは3段階当ててもまだ向こうの方が早い可能性あるんで、ここアクアジェットにします。先制技これで倒せ。倒してナイスナイス。多分ねちょうどギリギリぐらいだったと思う。ナイスすぎる。ブロロロームを倒したって出たね。じゃあこれはポケモンの名前なのかな。ブロロローム倒しました。ギリギリだった。これカヌタンに回ってたらカヌタンわーって一発でやられてるだけだったから偉いです。ピョコマル偉い。そしてパピッチもたくさん頑張ってくれた。ナイス勝ちましたよ。スター団の一角を倒しました。お階層入った。1年と数ヶ月前。まあこんなもんかな。どうしたのピーニャ。マジボスに相談されてたことがだいぶまとまってきたんだよ。マジボス？なんだそれ。相談？何のだよ。まずスター大作戦のこと、あとは団の掟だね。最近仲間増えてるじゃん。だからルールっていうか掟が必要って話になってさ。へえ、ピーニャくんならいいの思いつくんじゃない。いやそれ超プレッシャーだし。僕が反感買ってた理由は生徒会長してたから知ってるっしょ。僕呼びだ。なんか昔は生徒会長だったみたいな書いてあったもんね。バチバチにウザ校則作って生徒の反感買いまくったもんな。すぐ違うやつに交代した。同意でござる。襟足の長さは3センチまでと正直ウザさの極みでござった。だったっしょ。だから僕が掟とか向いてるはずがないんだよ。でもさ、団員の面倒見てるのって大体ピーニャじゃん。みんなピーニャ君を頼りにしてるし信頼してるよ。今のピーニャが考える掟だったら俺も聞いてもいいと思うぜ。新しくスター団を結成してもなおなんかリーダー的な素質はあったのかな。みんなには慕われてるね、この合計5人いるリーダー的な人たちには。はいはい分かったよ、やるよやりますって。スター団に入った時なのか入りたての時の回想みたいな感じだったのかな。やれることは十分やったよね。自分で作った掟だし潔く団を去るよ。ああそれか、挑戦者からの喧嘩を受けなきゃいけない、でなおかつそれ受けて負けた時は団を去らなきゃいけないっていう自分で作ったルールってことだね。ボスの証団バッジもらってくれる。なんか一本筋は通ってるって感じだね。おーなんか笑顔じゃん。ちょっと無理してたのかもな。なんかキャラとか作ってさチャラくなってみたいに書いてあったからさ。ついでに生かした技魔ももらっときなよ。技魔シャンのこと技魔って呼ぶんだ。イカ様、イカ様ね。なんかこれ強い技ですよね。ああこれでパーティーもジエンドか。それにしても君のポケモンみんなヤバすぎっしょ。それってアカデミーで習ったの？覚えさせた技とか育て方とかさ。違うかも。正直あそこ学費だけめっちゃ取られたのになんか外で勝手に学んできなさいっていう場所だった。うん違います。ふん、君ってアカデミー行ってて楽しかったりするの？これは楽しい。あのね、めっちゃ冒険して楽しいのよ、結局。あ、校長だ。あんたがピーニャか。生かした髪型の飛び入りゲスト、ポケモンの技だとダメ押し的な。あんたと少し話したい。なんか面倒そうだけど、暇になっちゃったし OK だよ。わかった、ストレートに聞こう。このままだとあんたたち全員退学処分になるんだろう。もしかしてこれさ、校長退学にはしたくないからさ、優しさでやってんじゃないの？なぜスター団を解散してアカデミーに行かないんだ？そう、やっぱ学校に戻りなさいって言いたいんだよ。そこ聞いちゃう？僕らは連れを待ってるだけ。帰ってくるかわかんないけど。連れ、大事な仲間か。スター団で一番強いボスさ。トレーナーでいうトップチャンピオン的な？さっき映ってた5人よりさらに偉いボスみたいな感じかな。みんなで団を作ろうって誘ってくれたマジボスって人、そのマジボスは今どこに？
それが分かれば苦労しないよ。1年半くらい連絡もつかないしさ。これさ、カシオペアさんなんじゃないの？で、なんか事情は分かんないけど、なんかすれ違っちゃって団解散させてあげて、みんな5人とも学校戻りなさいみたいな感じなんじゃないのって、現状の予想ね。現状の予想 しとくわ。スターダムを辞めずにいたら連絡来るかもって思ってたけどね。先生たちは団やめろってうるさいし、君らみたいなのも出てくるし、むしろ見捨てられちゃったか。マジボス団解散したがってたし、マジボスやスターダムがそんなに大切なのか。そんなの当たり前っしょ。アカデミー的に言うと宝。こいつらにとってはすごく大切な存在、それがマジボス。なんか誤解がある気がするな。様々な人同士の、そこを解決したいな。だからとりあえずこのスターダムとも積極的に向き合っていこう。5つのミッションね。お、ロト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 、これはカシオペアさんですね。カナタ、ピーニャからボスの証、ナンバッジをもらったようだな。うん、ふむ、確かに。これでボスがいなくなった、チームセギンは崩壊寸前だ。ピーニャ、やっぱなんか思いを馳せてるもん。すまない、少し考え事をしていた。絶対ただならぬ関係ではないよね。うん、約束の報酬だ。カナタのスマホに LP をチャージしておこう。リーグペイでしたっけ。ちょっとなんかお金で動いたみたいな感じがして、ちょっと気がなんかあれですけど、まあいいでしょう。技マシンの種類が増えたと。カナタが技マシンマシンで作れる技マシンを増やしておいた。あ、それはありがとうございます。それでさらに強くしてくださいと。追加報酬として技マシン作成に必要な材料も補給班から受け取ってくれ。ありがとうございます。よし、一個またクリ、お、ボタンくん、久しぶり。どうも。補給班のボタン。あ、この人、そういう立場なんだ。覚えてないと思うけど、拷問の前で助けてもらった。覚えてるよ、もちろん。めっちゃオシャレで、可愛いじゃん。あ、そうなん。うちも課外授業の宝探しってことで手伝ってる。うちって呼んでるな。女の子か、もしかして。なんかさ、レースのあれスカートかな、女の子かもしれん。うち機械とかハッキングとか得意だから裏方ないよ。で、これカシオペアからの追加報酬、落とし物たくさんもらった。それでワタマシンいっぱい作れるでしょ。アジトを攻略してスターダムを減らすごとに報酬くれるんだって。なんかすごかったらしいね。レッツゴーって戦わせるの。なんかちょっと口角上がってて、こうボタンちゃん可愛いかも。そんだけ強いならきっと大丈夫。ボスは残り4人、頑張って。おお、ここでテーブルの、かわいいね。EV バッグもかわいい。OK! ちょっと今日はここまでにしよう。正直ね、手元の録画時間はね、2時間ぐらいいってるんですよね。編集してどんぐらいになってるかわかんないけど、2つ大きなさ、柱をクリアしました。あー、ごめん、君たち、ちょっと、ちゃんと回復するわ。今日やったのは、まずボールジムを突破しましたね。草のジムを突破しました。この美術家のね、肩を倒しました。そして、このスター団の悪組を解散させるというミッションをやったんですけど、これにはポケモンが3匹必要ということで、新しく、カヌタンをね、仲間に加えたわけですね。カヌタン、かわいいね。かわいい。ほら、こう、走るときに手を後ろにやるこのナルト走りがとてもかわいいですね。という感じで、仲間も増えて、やるべきことも2つ終わらせることができましたと。チャンピオンロード2つ、スターダストストリート1つ、レジェンドルート1つ、これをね、おそらく全部クリアすることが全クリと呼ばれるものなんじゃないかなと、思っております。まあでもその先に多分四天王とかも続くっていうことだと思うので、まあ、とりあえずはこのチャンピオンロード、スターダストストリート、レジェンドルートの3つを順番にね、なんかクリアできそうなものから進めていきたいと思います。それでは今日もご視聴ありがとうございました。なんか今日のプレイはね、いろんなことがあってすんごい楽しかったです。じゃあ次回も楽しみに待っていてください。また見てください。バイバイ。